はい、それでは今回も引き続きサンズ・オブ・ザ・フォレスト実況プレイ始めていきます。毎度毎度間が空いていますけれども、そのことには一旦目をつむって、前回はショベルをね手に入れて、これで緑色のポイントを巡っていけそうとかって言いながら、巡ってた途中だったと思います。それで前行ったところは確かね、メンテナンスキーだったかな。どこにあるかな、これか。このメンテナンスキーカードっていうのを手に入れたから、前ねキーカードがないと開かなそうなところ、この腐った肉とか普通にちょっと捨てておきましょう。いけそうだなとかっていう話で、おケルビンロドリゲス、ちょっとね、話進みそうかなと思ったところで、次のね緑色のポイント来たんですけど、あれこんな洞窟だったっけっていうところに戸惑いながら、動画撮るの始めてます。いいよ。あとね、なんかちょっとこの間にもアップデートが入ったんですけれども、なんかライターがねあんまり良くない感じのアップデートが入ってた感じがあって、なんかね見てこれ、なんかすごいライター点滅してない？なんかね、チカ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 するようになって、これちょっと困ったなーとかって一人で思ったりしてました。でさ、ここって何だったっけ？あれ？ここがキーカード必要なところだったっけ？なんかこの構造若干見覚えあるんですけど、これコウモリがバサバサってくるんじゃないの？そう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 。あー、ほら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 。あ、そうだったっけな。正直、あまり覚えてません。そう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 、ここにね、なんかベーコンかと思ったら、脳のかけらがあって、気持ち悪いってなったりしてた記憶があります。これはちょっと待てよ。一旦、これライト下ろしてくれるってパターンある？このチカチカどうするよ。クロスボウの矢。クロスボウが見つからないことに関しては、誰も何も言ってくれない。あれ？なんか普通にライトに。あれ？ラーメン。え？それってそれ食べるものなの？喉乾いた。お腹いっぱいになった。なるほどね。これ、ここだよね。あー、いけるいける。ほら、見て見て見て。おお！すごい、ちょっと待って。あのね、これ、もったいないわ、ライトが。ライト下ろすって、これ持っていたら大丈夫か？あ、下ろせた下ろせた。これ敵いそうだけど、さすがに。なんだこれ、植物園みたいな。なんか暗、なんか変に暗いな。あ、いや明るいんだけど、なんかちょっと暗くない？レタスある。食べちゃおうぜ。ちょっと待ってね。なんかカサカサ言ってない、ずっと。何？風のせいか。なんかバチバチ言ってる。これは、どう考えてもなんか話は進んでそうだけど、敵いそう。わあ、いるー。赤ちゃんいる、赤ちゃんが。よっ、 OK。 はい、これね 3D プリンターあったでしょ、前回のところ。あそこでね 3D プリンターの矢ってのをちょっと作ってみたんですけど、 3D プリントアロー1回で5本も作れる。違うわ。なんかよくわかんない。物理エンジンの妙で転がってきただけだった。あれ、なんかもうちょっと撃った気がするんだけど。これ何？これじゃ持ち運ん？なんだこれ？おお、クロスボウ。え？言ってたら出てきたクロスボウが。何？クロスボウこれもう入ってんの？これ。赤ちゃんが1匹いた。なんかシャカシャカ動いてる。なんでさ、その懐中電灯を装備しようとすんの？これはど真ん中に飛んでいくだろうね、画面のね。あれ、うわわわ、糸吐きマンがいる。こんなとこに、こんな文明がありありとした場所に糸吐きマンいるのよくねえよ。これね、
これ一旦冷静になって、あれどこ行った。一旦冷静になってトラップだな。これはトラップどこでも作れるの強すぎるな。トラップどこでも作れるのめちゃくちゃ強いだろ。待って、赤子が一匹な。あー気づいてくれそう。これはてか矢で気づかせるか。 3D プリンターロー。あれ当たってない。あれうん、ほぼタダで作ったようなもんだから。これ全然当たってないかも。あ、当たった。気づいたわ。え？無視ってある？よくないね。あんなにやばい。これちょっと食らっちゃうかも自分で。走ってきてくれそうだけどな。さすがに気づくでしょう、これ。くるくるくる。うおおお、走ってきた。はい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 、いつも通りよろしく。それってさ、そっち側、あ、スイッチそっち側だ。あ、なるほどね。はい、お疲れ様です。いつも通り。これ炎の中でもジャキジャキ取りに行く。よいしょ。あちちちちち、あー熱い熱い言ってるわ。参るな。よし、とりあえず、処理して、川の鎧。あれなんだこれ。ん、なんか、今変な動きしてたね。鎧がついたりつかなかったり。どうしよう。これ一旦ちょっと、上げといて。これまだ敵いるかな。レタス的なものが、グリーンリーフ的なものが、葉っぱ的なものがシャカシャカ落ちてるけど、これまだ敵います？あ、おいしょ。3D プリンターの液。普通にアイテム群がいっぱい落ちてあるぞ。アイテム群？アイテムがいっぱい落ちてある。逃げてきた赤子がこんなとこまで。すごい下まであるね。ちょっとアイテム、あれ、罠回収してきます。さて、この下には何があんのかな？ライター。ん？水？マジで？水っておい。うっそ、これめちゃくちゃ怖いけど。水の中で活動するやべえやついたらどうすんだこれ。水の中で活動するやべえやつがいる気しかしない。これどこ行こうとしてんの。これ潜った方がいいか。これどう。これ潜ってみる。わあ、全然何にも。なんだ、感電しそうなんだけど。上でパチパチしてるの結構やばくね。やばいやばい普通に。しかも見づらい。あー、これ息す呼吸できるやつ装備して画面が見づらくなってるし。これ右手に見落としとかあるんじゃねえのっていう恐怖もあるし。いや、とりあえず進むか。この先何にもないなんてことないだろ。これなんだ、これ浸水してる意味あんの。潜った方がいい。いや、そんなこともないか。ちょっと待って、今気がついたんだけど、なんか酸素ゼロになってない。これブリーザー。おいおい、これどこ行くのこれ。これ水に浸かってる意味なんだよっていうね。うわ、しかもこれ進める方向がいろいろあるぽい。ハンマー、これいつの間に酸素ゼロになったの。リブリーザー、あれなってないな。一応使ってみる。使う。使えないってことは大丈夫なの。あ、んでもってさ、ごめん、もう一回あれなんだけど、外してくんない。これ画面が非常に、あ、外れた外れた。
はい、あ、これね、あそこの家にもあった、前回ね、セーブしたところにもあったんですけど、これね、いい長押しすると、なんかほら、バンカーっていうね、なんか新しいマップがなんか、チェック入るみたいなね、システムがあるっぽいです。でね、うん、なんかある。また文章が。拡大する。光りすぎてて見えねえ。何？ワンモア、アーティファクト、あ、アーティファクト2があるとかってなんか言ってるわ。これがキューブに関係してると思う？みたいなことを言ってる。アーティファクトね。まあなんか探してたらしいですけど。はいはい。あれ？ VIP 用キーカード。あれ？ちょっと待って。なんかさ、これバージニアじゃん。見て、バージニアパフトンって書いてある。あれ、バージニアのキーカード手に入った。これ VIP なんだ。なんだ？なんかの映像だ。おお、何、人増えなかった？え、今のバージニアのじゃなくてパフトン夫人？ほら、なんかさ、おばあちゃん増えてない？あれなのかどうなのかわかんない。これ人が増えてんのか、それをその体から突き破って出てんのかよくわかんねえな。あと、もうフラッシュライトの電池1個使えそう。これなくなったら面倒なことになるよな。え、これ VIP のカード取りに来たってことでいいのかな。え、キーカードで開くところでキーカード手に入ってってことだよね。しかもキーカードで開くとこ複数あるんかいって話もあるし。え、待って、また音楽流れてる。しかも VIP のキーカードもう使った。え、なにこのだだっ広い空間。あとちょっと要望なんだけど、あ、まあいっか、このライトで。なんか同じ装備使ったら下げてほしいよね。武器下げるっていうか、アイテム下げるっていう。あれ、一切れのベーコン。あれ、これ酒だ。違うわ、酒を飲んだのかと思った。そのなんか食べたらすぐにそのライト構えようとするの、何これ。親切心アップデートなのかな。 やめていただきたい。ん、あれ、バーバラ・パフトン、パフトンさんの、エドワード・パフトン、あ、パフトンさんのパーティー会場というか、さっきの映像ってここの映像ってこと？え、だとしたら、え、こいつら動きそう。食べちゃおう。この人たち動き出しそうなんですけど。ベーコン食べるとフラッシュライト。お、え、何？やばい、なんか出てきた。わわわわわ、なんか出てきた。ちょちょちょ、なんか出てきた。痛い！あ、死んだ！これ死ぬ、これ。ちょっと待って。中ボスみたいなん出てきた。一瞬で罠を作るという起点を利かしたものの、負けた。あっさり。殴られまくって。え、何あいつら。え、ボス戦とかなんだこのゲーム。え、もう終わりなんだけど。これアーマー全部剥がされた。しかも2体いたしな。え、一応ね、水入る前にセーブはしたんだけど、ロードしたいわ。じゃあ一旦薬飲もうか。全部一旦薬飲んで、体力回復しとくわ。え、これ、これ鎧全部なくなってるよね。うわぁ、あんなに溜め込んだ鎧が一瞬で。罠なんか仕掛けてる場合じゃなかったか。いや、罠仕掛けてもいいんだけど、もっと早くやるべきだったな、それ。パーティー会場まで戻ってきた。え、まだいるよね、そりゃもちろん。いるわ。めちゃくちゃ普通にいる。
どうしようかな。これ水に浸かってもらうって手ない？これ火炎じゃない罠も作っちゃおう。来い来い。これ水に浸かってもらうって手ある。シャカ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 。ああ、もしかしてそのパーティー会場から出られない模様ですか、システム的に。うわ、すごい飛んでる。なにこれ、この勢いでこっち飛んできてくんねえかな。足速い。あ、来そう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 。来い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 。あれっていうかさ、パプトン夫人ではそんなことない。チキュン。あれ、あのパプトン夫妻、まさかだけど。ちょっと頭打っていくか、ここで。そんな足速いのせこいから仕方ないよね。そんな足速いのせこいから、こっちもこんなことしても仕方ない。お、来た。あー、さすがに水入んねえか、この二人は。だって中ボス扱いっていうか、勝手に中ボスにしてるけど、ラスボスなのか。 VIP でカード開けたしな。あれ、回してなかった。めちゃくちゃ攻撃力高いもんだって。こんな手使うしかないよ。あれ、しかも同士打ちしてる。うわ、飛び込んできたけど、溺れない。こんなパターンある。あ、オッケーオッケー。燃えた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 の大事、燃えたの大事。うわー、全然倒せないじゃん。あれ、一人倒れたか。あ、一人倒れた一人倒れた。なんか罠消えたんだけど。あれ、倒した倒しました。最悪の時間の過ごし方しながら倒しました。中ボス戦ほとんどカット。なぜなら人に見せられるような戦いしてない。これ鎧一個じゃ割に合わないんですけど。倒したってことでいい？なんかアイテムとか落とさないのかな、こう重要な。ただの骨になってる。オッケー。うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっとこれ解体します。あれ、解体できない。あれ、さっきできたけどな。ちょちょちょ、待って待って、これ結構苦しいんだけど。これ解体できないってなるとめちゃめちゃしんどい。あれ、さっきまでねできてたよ。その罠がね解体できなくなったとかっていうアップデートがあったとかってわけじゃないと思う。できてたもん、さっき。マジ？ちょっと待って、めちゃくちゃ気持ち悪いやつ。何これ、凄まじく気持ち悪いな。E メール、長いな。ゴルフボール、なんかゴルフボールが全く見つからないとかなんとか言ってんな。で、何の返信もないのってめちゃくちゃプロフェッショナルに欠けてるよねっていうか、そのちゃんとした仕事してなくねみたいな文句が書いてある E メールだ。なんのこっちゃ。全然それ意味間違ってますよとかだったらマジ恥ずかしいけど。なんかそれっぽいことが書いてある。ドレスが置いてある。ドレス着用してもな、僕自分の姿見えないし、鏡にも映んないからね。はい、ということで、これどっから出んの本当に。ん、これもうこれで終わり。そんなことあるか。うわ、びっくりした。なになになに、ここ水？いや、ライトライト、フラッシュライト。いや、こういう時こそフラッシュライトでしょ。な、何やってんのこれ。あれ？潜る感じ。いや、これ何にも見えないんだよな、水の中。これどうなってる？これ下行くの？これこれ、どっか泳いでるっぽいけど。ほんでさ、こんなに画面、
視野不良にする必要ある？こんなに視野をね濁らせる必要があるのかということをね問いたいですね。もう別に戦わなくたってよかったのかってことは、さっさと逃げちまえばよかったんだ。炭素別に普通にあるし、半分ぐらい。なんか見間違えてたわ、完全に。いや、フラッシュライトお願いします。うん、走るか。虫虫虫虫、なんで虫かわかる？もうね、トラップのね、うわっ、あれ、お、なんかこの行けないところを登っ、なんか降りてる感じ、前あったよね一回。うわ、嘘でしょ、やっべ、これ虫だ、虫虫虫虫、このゲーム虫が意外と効くんじゃないか。あいつら無視されたら何もできねえぞ。あとこの洞窟の外には出てこられない。そこまで追ってこない。くら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 、え、なに、夜だ、これどこ、全然全然ライト出してくれない、どこですかこれ。近い。あ、ちょっとテント張って寝ます。セーブか寝るかなんかしよう。外出たし、あー、ロードで出てこない、タープが。もうこのアイテムの読み込み、この文字とかにしてもいいよ。もうこのリュックの中、こんなことになるんだったらね。アイテムリストとかで、文字とかで大丈夫大丈夫。OK。朝になりましたー。ありがとう。んでもって、これも外しとくか。これ、見落としとかないか？あれ、次あそこの緑色か。よし、わかった。行こう。アイテムっつうか、あれだ。鎧が全部剥げたのがマジで辛いけど。あれ？っていうかさ、こんなに緑色のポイントって少なかったっけ？マップ。はい。あ、なんか緑のポイントが1個しかない。